ビンテージ世代の元男子絵描きのココです。今日は視聴者の方からのメッセージをご紹介するんですけれども、動画が終わってからでいいので、ちょっとでもいいところがあったらグッドボタンとチャンネル登録を何卒よろしくお願いいたします。それでは早速メッセージをご紹介していきます。子供も独立して、今は親の介護が生きがいですが、親が他界した時何を生きがいにしたら良いですか、というようなメッセージをいただいたんですけれども、本人からしたらもう本当に多分深刻だと思うんですね。もっと長いメッセージだったので、ああ深刻なんだなって。そしてちょうど私の視聴者の皆さんも介護世代ではないでしょうか。なので何か参考になる意見が聞けるんじゃないかなと思って取り上げさせていただきました。何か感じたことはぜひコメントに残してください。あのね、なんか生きがいを勘違いしてる方が多いなっていうのが最近感じてるんですけれども、本来ね、生きがいっていうのは、その日の楽しいことに気持ちを傾けるっていう。今日素敵な映画見たわ、素敵な風景見たわって、その日起こった楽しいことに気持ちを傾けたりとか、その日の楽しいことに寄り添って、ああ、楽しかった、よかったって、幸せだわ、感謝だわって、そうやって思えることが、本来生きてるって、生きがいだなって私思うんですけれども、そこで日本人っていうのは生きがいを何かなんかすごいことのように、すんごいことのように捉えてるのって国民性なのかなっていうのがあるなってちょっと感じてるところもあるんですね。もちろんね、なんか大きな目標とか、なんか遠い未来に何か目標を設定してそれを達成するっていうのももちろん素晴らしいです。それを生きがいにするのを何も否定しません。素晴らしいことだと思います。でもね、それだけが生きがいじゃないと思うんですよ。何か大きな目標だけが生きがいっていう勘違いが私たち日本人の中になんかあるんじゃないのかなって思うんですね。生きがいと幸せって同じ捉え方でいいんじゃないのかなって思うんですよ。50代になって特にそれ思うようになりました。だってさ、幸せの基準って人それぞれじゃないですか。私は毎日絵が描けることが幸せだなって感じることができるし、まあ龍が生きてる時は龍が今日は何事もなくて元気だっていうことにもう最大の幸せを感じて生きてた人なんですね。なので誤解を恐れずに言うと、生きがいなんて必要ないんですよ。その日その場の楽しさをつないで継続していくことが一番大切なんじゃないのかなって年々思うようになってるんですね。特に若い頃って会社とか学校とか組織とかママ友とか付き合いたくない人とも付き合わないといけない現実がそこにあったりもするじゃないですか。だからこそ年齢とともにもう好きなことしかしない、好きな人としか付き合わないっていう覚悟ってね、年齢とともに絶対的に必要になってくると思うんです。本当に晩年のね、龍君を見てて、なんか私たちがこれから先に行く未来を見せてくれてるみたいだなって。私たち人間も動物じゃないですか。速度の違いはあっても、あ、こんな風に衰えていって歩けなくなって、聞こえなくなって、見えなくなって、動けなくなって、食べられなくなってとか、消化しにくくなってとか、あちこちに痛みが出てとか、そうやって龍を見てても、高齢になると今までできてたことがどんどんできなくなってくるんだって、できなくなることが増えていくんだっていうことを私ものすごい学んだんですね。龍から学ばせてもらったんですね。もうね、戻ることって不可能なんですよ。若い頃に戻るなんて絶対不可能なんです。私たち世代が直面しているのが、私たち世代の約 30% が認知症になり、 60% が寝たきりになると言われています。自分たちもその可能性があるということなんですよ。自分だけ認知症にならないとか、自分だけ寝たきりにならないとか、そういう保証はどこにもないんです。どんなに気をつけてても病気になるし、どんなに気をつけてても事故には遭うし、なので私たちも認知症になる可能性もあるし、寝たきりになる可能性もあるんですね。だからこそ好きなことをするんです。だからこそ幸せを実感できるように日々を継続していくんです。だからこそ一日の中の小さな幸せを大切にするんですよ。一日の中の小さなきらめき、ときめきを大切にしないとダメな世代なんです。私たちが絶対的にやらないといけないことは、生きがいとか漠然としたそんなことよりも、いかにストレスを減らして、いかに我慢をしなくて、いかに何も耐えるものがなくて、気軽に朗らかに明るく生きていくことなんです。もうこれ最大課題なんです。あなたに生きがいがないんだったら、ストレスとか我慢を少なくするにはどうしたらいいか、これを生きがいにするのはいかがでしょうか。そういう世代が私たち世代だと思うんです。ヴィンテージ世代だと思うんです。なのでメッセージいただいた、親の介護が終わった時に何に生きがいをしたらいいですか、もうこのたらればやめましょう、
介護はいつか終わります。介護を頑張ってるあなたは素晴らしいです。素敵だと思います。輝いています。でもその中でも今からできること、どうやったら我慢しなくていいんだろう、どうやったらあなたが幸せを感じれるんだろう、そんなことを考えていただきたいです。ということで、ちょっと支離滅裂になって、やっぱりね、一回の動画でお悩みを全部解決できるほど私も人間ができていないので、今私が言えることをちょっと動画にしてみました。このメッセージに関してぜひ皆さんもコメントで何か聞かせてください。子供も独立して親の介護をしていますが、親が他界した時に何を生きがいにしたらいいのか、この相談者様に皆さんだったらどんな言葉をかけてあげることができるでしょうか。ぜひ皆さんの意見もお聞かせください。こんな感じでココアートチャンネルでは、心の美容動画として人間関係のこと、メンタル系のこと、いろんなことを動画にしています。次の動画も絶対見逃してほしくないので、グッドボタンとチャンネル登録を何卒よろしくお願いいたします。いつも最後までご覧いただいて本当にありがとうございました。ファーストチャンネルココ VR も何卒よろしくお願いします。それではまた明日の8時にお会いします。ありがとうございました。